か、あの多分ね、森ちゃんに買ってもらってるから。あー、そう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 、あ、さっきその前ちょっと森さんから聞いたんで、うん、あの相談する案内は来たんで、もしかしたら一緒に送っていただいても。あー、じゃあちょっと森ちゃんに後で話します。はい、で、雲の歪み、多分直せるっていうか、その綺麗に直して、あ、これ OK ってやってるんですけど、あの会社の基準と見た目基準があって、うん、その最後に棒というか、私もあの雲がやったら見せてもらってるんで、あの大丈夫です確実に直してます。たぶん学校でなんかあったんじゃないの、知らんけど。どこですか。中田かな、なんか中野城で来るとき電車止まってました。それか、うん、あれ今日雷ですごかったから。ああ、すごい雨でした。もうそんなんじゃなかったから。あ、すごい。なんか降ったは降ったけどね、ハイズナウって入れた時があったんだけど、あのあたりもう、あの中野城のあたり前が見えないくらいすごい雨で、大丈夫これっていうぐらいの、スマホに生きていくぐらいの感じです。あの、その頃はあの、ダメージみたいな。ああ、雨って言ってね、あの車走れば一緒じゃんって言ってね、ワードどんどんどんどっちとか言ってた。ワン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 、寝ながら聞いて、タンタンタンタタ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 タ、厳しい体重になっちゃう。あそこも体重線あるの。そう、あそこも体重線ある。あの長いフォームを1秒で走るの。あれでしょ、長大フォームで昔は手とかが止まってたりと、三石化されて1秒でしか走らず、まあ、そうだったり、まあ、あの普通に今のもう生きてるけどそういうのが通ったり、あと逆に2秒とか4秒ぐらいしか止まらないようなフォームをバカ長い20秒ぐらいの貨物が通過してたりするのは、あの中トンネルでしたっけ、あの青森の中トンネルに、はい、あの辺りのちっちゃい駅を、あのすげえこうジンバターで機関車が走ってた、あの長年で走ってて見えるとワクワクなってるこれ駅入ってんじゃん。あそこでもちゃんとね、有効所くっそなのがあるんだよね。たまにあれ見てると途中だけ見ると伏線みたいな伏線みたいになってるんですよ。 Y の字になって分かれてるね。あ、こっから伏線な、あ、駅かみたいな。そのからホームではあれだね、1秒しか来ないですけど、ホームたちに行ってほしい。ブワーって中に突然いらねー。確かになんかありませんでしたっけ、ネタでなんかどこかの1両編成かなんかの鉄道会社かなんかのホームドアをこう作ってみたみたいなのがあって、映像の CG で作ってみたって、そしたらなんかあれ最初普通に来て、プシューガチャン、ピポーン、ピポーンみたいな。で、最初は真面目にやるんですけど、だんだんふざけてきて、止める場所がずれてるで、シミュレーターの人たちが迷ってる。扉開いたけども電車がねえんですよ。そしたら、これはオーバーランです。あの一時期30秒か1分ぐらいの動画で上げられてて面白かったんですよ。もしもしリーズ、もしもしもう運転手はもういいやこの間に止めるのがもう大変ですあれって70センチとかって言ったっけな、その両サイドの穴をずれてきて、あ、なんかあれ、ね、なんかね、あるんですよ。コンピューターがホームドアを作っているところを整備してるんですよ。あ、はい、で東京でやってて、今もやってるんだ、あの話をしてて、夜10時半で休みで続けてるんですけど、あのちょっとというラインに画像が送られてて、ホームドアを載せた、あのなんか動画の補正者の編成の写真があって、こういうの好きだよね、大好き。もっと前から撮っていてるんですよ。